はい、こんにちは。はい、この動画はですね、逆行する微積分、積分編の第13回目の授業です。はい。で、髪切りました。はい。で、なんか服とか、前回の授業で一緒なんで、なんかこいつなんだと思うかもしれませんが、さっき授業取って、髪切りに行って戻ってきたんです。はい。ビフォーアフター楽しみたい人は前回の動画見てくださいね。はい。そしたら今回13回目やります。で、今回ね。前回は、数学的補足っていうことで二項定理を説明しました。だから前回みたいな人もいるかもしれないから、このビフォーアフターは楽しめないかもしれないけど、で、今回は、この二項定理っていうのを知ってるっていう体で、極限の話と結びつけていきたいんですけど、前回じゃなくて、その前々回ね。前々回何やってたかっていうと、これ覚えてますか？これマイコル x 3乗のグラフで挟まれた面積を求めたいっていう話をしたんですね、でこれを求めるときにもこんな計算をしましたね。前々回ね、こんなピーってここ3乗になってね、ここが3乗だからもちろんここも3乗になってて、ここも3乗になっててみたいな感じで、これこの輪の公式がここはこうかけるから、ね、こうなって、で、これ、n の4乗分の1かけていったらこうなって、リミット取ったらこうなって、リミット分配してこうなって、最後どうなるかって言ったら、最後は、このオレンジ見にくいですよね。なんか。ね、ちょっとやめましょうね。はい。ということで、まあ、最後、ここに行くと、リミットの4分の1っていうのは、これは n 関係ないから、そのまま4分の1ですよね。これ前々回も言ってるんで知ってる人は飛ばしてくださいね。で、これよく見ると、ここの部分が0に行きますよね。はい。ね。これ散々言ってるんで、ここも0に行きますよね。で、どんどんちっちゃくなっていくわけだから、n を無限大に伸ばして0に行く、0に行く。で、0×2分の1、0×4分の1、ね。0×何とか、0×何とかっていう意味なくて、ここ両方とも0になっちゃいますよね。だからここ消えちゃって、最終的には、ここだけ残る。でもここはリミットかけての意味がなかったので、最終的に4分の1と答えが出ますっていう話でした。で、ここでちょっと注意してほしいことがね、あるんですけども、今これ考えてましたが、その前は、これやりましたよね、2乗とか。でも、なんだかんだ思い出してほしいんですけど、最初の部分しか生き残ってなかったと思うんですよ。2乗の時の話した時も、多分ここ後ろを消えてて、前の1個しか残ってなかったんですよね。で、結果的に後ろ全部消えちゃうじゃんかと。そういうことに気づくわけですよ。そしたら、なんか今までここ、ね、そもそも、ここってどっかできたかっていうと、もちろんここの2つですよね。この2つ。この2つはここにあって、この2つはここにあるんですよね。ってことは、そもそもこいつはいらんかったんじゃないっていう、そういう疑惑ですよね。こいつだけ分かればよかったじゃんと。だって結果的に4分の1っていうのはここから来てるわけだからね、これは。こいつはいらんじゃんかと。これどうでもいいから、わざわざさ、なんかこの和の公式とかで、この後ろの方考えるのめんどくさいんじゃんっていう話が出てきます。なので、こんな風に書いちゃいましょう。これね。何言ってるかわかりますよね。はい。今までは、和の公式って言われたら、まあ、今回は3乗やってるので、3乗の和の公式は、k が1から n までの k の3乗っていうのは、4分の1の n、4乗プラス2分の1 n 3乗プラス4分の1 n 2乗っていうふうに考えたんですけど、この後ろ2つはいらないじゃんかというふうに予想されるので、こうカッコしちゃいましょう。カッコでもういらないからこう3乗以下って書いちゃうんですよ、日本語でね。ここ3乗以下じゃないですか。4乗だけが必要だと。だから3乗以下もどうでもいいから、こういうふうにカッコで書いちゃおうっていうのが今日のテーマです。はい、いいですか。そういう考え方でちょっといきたいんですけど、この考え方のもとで、じゃあもう一回この計算をやり直してみましょう。そうするとどうなのかっていうのを見ていきたいんです。こっち来てください。はい、ちょっと具体的な計算をしてみたいんですけども、まずそもそもね、割れちゃった。はい、そもそもなんですけど、消しちゃった。さっき言ったこの、k が1から n までの k の3乗のね、公式。これを出すところからちょっと、出すところまでちょっと原点回帰して考えてみたいんですけど、この公式出すときっていうのは、an が n の4乗であるような数列の階数列を考えたんですね。これだから階数数列の和の公式です。はい、こんなの考えましたね。はい、やりました。で、
3乗求めたいときは1個次数を4乗で階差数列を取って和の子、階差数列の和の公式を計算していくんでしたね。はい、でこの計算を、さっきみたいにちょっと省略形で、ね、書いていこうというのが今回の話なんですが、ちょっと見ていくとですね、まずここ行きましょう。はい、ここ赤が欲しいって、ここね、k プラス1の4乗ってとこ見ていきたいんですけど、k プラス1の4乗っていうのはこれ、こんな風に書きます。はい、ね、うんってなってる人は前回の授業見てください。これ二項定理です。二項定理、ね、二項定理書いていきましょうか。二項定理っていうのは a プラス b の、まあ、r 乗にしておきましょう。 r 乗は、シグマ i が0から r までの、rci の a のr マイナス i b i ですね。こうです。はい、でこれで a が k で b が1の時なんで、b が1なんで b を i 乗しても消えちゃいますから、ここにね、1の何乗とかでも書きません。なのでこういうふうに書きます。でこれはあの二項定理前回やったわけでね、ここはさらっと流しますが、でこういうふうに書けたと。でこれあのシグマ高さがね0から4までなんで、ここしかこう出てこないね。0、1、2、3、4ね、5個しか出てこないから書きましょう、ね、ちょっと面倒くさいですが、これはシグマばらしただけです。でこう書けるんですけど、そしたらそもそも、4C0 って1だったなと、 4C1 って4だったな、 4C2 が6で 4C3 は4で 4C4 は1だったと。だからこう書けるんですよね。はい、そう書けるんですね。もうこれはこれで今証明したわけですよ、この展開を、ね、前々回の計算ではこれはねこうなんだよっていうふうにしてるかのように書きましたが、そうじゃなくてこういうふうに計算できるんですね。はい、で、これ引くこれでしたからね、ちょっとここを計算すると、ここ全体計算するとこうですね、引いたらここが消えるので、結果的にここだけ残ると、そういう話でしたね。はい、でしょうかね。で、ここからちょっと見ていきたいんですけども、ここでちょっと考えたいのが、さっき言ったんですけど、こっちの、一番上のとこだけ大事みたいな話しましたよね。だからここでも、一番上だけね、残しておいて、後ろをね、もうまとめてしまいましょう。ここだったら、一番上だけ重要って考えたら、一番、ね、最初の項以外っていうのは、2乗、1乗、0乗なので、2乗以下と。こういうふうに省略して考えてみましょう。っていうのが今回の話ですね。はい。だから正直、ここってまあどうでもいいなっていう話ですね。はい。そしたら今度こっち行きます。そしたら、それにシグマをかけたのもね、を考えていくんですけども、シグマをかけていくと、さっき言ったようにこう書きますね。こここういうふうに書けるとなりましたね。でこれシグマちょっと分配していきましょう。ババッと。たら、ここはこうなりますね。4が出て、K の3乗。で、ここはそのままです。かかったけど。ね。こう書きますね。で、こっち側がいいです。そのままいきましょう。で、こっち側なんですけど、この辺って分かりますかね。シグマの2乗以下っていうのは3乗以下になるんですよね。これ大丈夫ですか？これちょっと証明とか与えると面倒くさいんでやらないんですけど、今までなんか、例えば、y の x3 乗を考えたいときっていうのは、シグマの k の3乗を考えないといけない。で、これを出すためには、階差数列の、k プラス1の4乗を考えないといけないときに、次数が1個上がりましたよね。つまり、この和が欲しかったら次数上がるんですよ、求める。だから、それはほとんど同じことです。これシグマ取ると次数上がるんですよ。うん、まあ、これ、よく考えたら分かるんですけどね。2乗のものを n 個集めるんだから、実数が1個上がるんです。はい。n かかってるんでね、上がります。はい。そしたら、ここまで1回止めておいてですね、次この右辺ですね。n プラス1の4乗、マイナス1の4乗。ね。かなりいいです。まあ、1の4乗は1なんで1でいいでしょう。これを考えていくと、こっち行きますね。これ展開さっきやりましたね、ここ。これを n に変えましょう。で、そこから1を引いたら、消え合いますので、最終的にこうなるんだけど、一番上だけでいいってさっきから話してるんで、ここをね、カッコつけちゃって、3乗以下だよっていうふうにくぐっちゃいましょう。いいですかね。はい。ここまでやったことは大丈夫ですか？
何をやってるかって言ったら一番上の項だけが重要だってことに気づいたので、一番左側の項ね、だからその2番目3番目それ以降は全部もう日本語でね、いいかっていうふうに書いちゃう、省略しようっていうことです、はい、そしたらこれを統合でつなぐ作業をやります。はい、こっち今までの式を、統合でつなぎますね。会社数列の公式に代入しました。こうつなげるんですけども、よく見てください。3乗以下の式っていうのと3乗以下の式があるんで、別にまとめたらいいですよね。せっかくまとめてるのかまとめちゃいましょう。ということで、こっちをなしにしましょうね。そしたらこっちだけになりますね。で、全体を読んでおりましょう。で、読んだったらこの式ができます。特に何の変哲もないですね。はい。ただここまで一回止めておきましょうね。はい、そしたらじゃあ元の計算に戻りましょう。これで3次の和の公式が省略形で表せましたね。つまり式の k が1から n までの k の3乗っていうのは4分の1括弧 n の4乗と3乗以下というふうに省略で書けるようになった。じゃあ今度元々の面積計算に戻りますね。もうこれ何回もやってるんで大丈夫ですよね。横の幅かける高さですね。これ長方形ね、長方形、長方形の面積の和です。長方形の面積の和っていうのは、n の4乗を外に出てこうかけますと。で、ここにさっき使ったこれを代入したこうですね。なんかこれをこうで、これをこうでみたいなことしか言ってないんですけど、もうこうですね。まあ、そんな安直にいかなかった、はい。ここを代入するんですけど、4分の1を前に出して、n の4乗分の1っていうのをここに入れます。こう書きますね。はい、これ大丈夫ですね、試験で。そしたら、ここの分数内で、次数をね、ちょっと消え合ったりするので、ちょっとチェックしてもいいんですけど、n の4乗分の n の4乗なのでもちろん1です、ね、で n の4乗分の n の3乗以下って言ってるんで、これね n のマイナス1乗以下なんですよ。ここ注意、言ってる意味わかりますか。つまり n の4乗分の n の3乗って n のマイナス1乗になるじゃないですか。はい、大丈夫ですかね。で、このマイナス1乗の意味がわかんない人ちょっと次回説明するんで、ちょっとそれまで待ってください。マイナス1乗っていうのはつまりこういう意味です。こういう意味です、ね。一乗かっこいいですね。一乗の分数バージョンマイナス一乗って書きます。はい、なので、ちょっとこう日本語、しっくり来ない人もいるかもしれませんが、こういうふうに書けるんですよ。で、ここまでいくと、全体のリミットを取れば、面積が求まるんですよね。長方形の和のリミットです。リミットを書きましょう。ただこうなって、ここ、そのままこいつらにリミットを書けるんですけど、その時に、こうよく考えてくださいね。これ展開しましょうか。展開したら、リミット n と無限大の4分の1っていうのと、リミット n と無限大の、マイナス1乗以下なんですよね。で、この計算結果は4分の1ですよっていうのが今までの計算なんですが、これ何だかっていうと、ここが4分の1なのがいいですよね。ここはもちろん4分の1です。で、ここが0に行くっていう話なんですけれども、これは意味わかりますか。これはですね、今までやってきたことなんですよ。どういうことかっていうと、さっきもやりましたが、リミットの n 分の1って0ですよね。で、リミットの n2 乗分の1って0ですよね。じゃあ 3乗分の1は、これはまあ0ですよね。っていうことは、これって、マイナス1乗なんですよ。これマイナス2乗、マイナス3乗なので、つまりマイナス1乗以下の項っていうのは全部0なんですよね。っていうのを、まあ、経験的にも分かってるわけですよ。なのでこう書きます。そしたらここ0かかってるから結果的に4分の1を書けますと。こういうふうに、上の項だけ、一番左側の項だけを考えれば、あとはね、どうでもいいっていうのが分かったわけですね。こういうふうに計算できると。で、こういうふうに、省略して書くのもいいんですけども、3乗とかね、3乗以下とか、マイナス1乗以下とか、いちいち書くのめんどくさいですよね。なので、ここちょっとね、このマイナス1乗以下とか、3乗以下とかいう日本語がちょっとめんどくさいので、それをね、記号でちょっと表していきたいと思います。オーダー記号っていうのがあるんですけど、その記号をね、次元からちょっとやっていきたいなと思います。はい。そしたら、今回やったこととしては、今まで、今回はこれはですね、y イコール x の3乗の計算なんだけど、後ろの方の項がいらなかったんじゃないかと。それを省略して書こう。で、その記号を追加やっていきましょうっていう話でした。
はい、そしたらこれで終わります。お疲れ様でした。